はい大丈夫ですか声が枯れつつありますけどすちょっと感想注意報ですねいやそうそんなことより今日はね早速ね、はい、本編に入っていきたいんですそんなことよりって私自分のガサガサをごまかしましたけどはい、はい <laughs> はい、今,日は今日は早速本題に入ると本題に入りたいんです、はい、今回あの,その早川さんが小説家の平野慶一郎さんにインタビューされるじゃないですかはい、はい、で「あの本心」っていう本 についてインタビューされるんですよねはいで,、ねはい、で私読んだんですよもうぜひその感想をね早川さんと今日は分かち合いたいと思ってああいいですねい,いかがでしたいかがだったんですか時代設定がまず2040年だったじゃないまあ確かに20年後ですね大体そうだから遠い sf みたいな未来の話でもないしそのテーマとして自然史とかこう仮想空間とか、はい、こう ありりそうな未来が取り上げられててリアルさっていうのをめっちゃ感じたからより考えさせられたっていうのとあとまあ後半に行くに従ってなんかよくくかんなくなってきました私あそう難しい本ではもちろんなかったと思うんですけど、うん、よく分かんなくなってきました。 あそうです俺ねあんまりネタにねネタバレになっちゃうんでなかなか難しいと思うんですけどあえてちょっと抽象的にオブラートに包みながらよく分かんないっていうのは、ねえー、と何が分かんないかも分かんないかなのかなんかこういうところが分かんなかったのかっていう、うん、具体的に言えますかうんなんだろうこのお話がそもそもお母さんその主人公の男の子が、はい、はいはい、お母さんを亡くしてしまって、はい、でそのお母さんが、えー、自由視っと自由し っていう選択をこのね自由詩っていう言葉なんですけどあの平野さんのこの本心もともとは新聞連載でされていてそれが今回本になったんですけども新聞連載時はですねこの自由詩っていう言葉を「えー、安楽死」。 っていう書き方をしてたと思うんですけど、うん、あの、本にするときにね、まあいろんな思い、意図があって、うん、え自由視という言葉に書き換えてると思うんですけども、いずれにしてもね、こうタイムリーというか、まあずっとね、えー、この安楽死というか、えー、人の死の部分をどうするかっていうのはね、うん、ずっと世界で言われてることでしたけど、まあもちろんそこの部分だったりね、あるいはマナさん言ったように仮想空間、えー、もっとそのお母さんがね、亡くなってお母さんを、うん、まあ最初の冒頭は全然言っていいと思うんですけど、バーチャルフィギュアっていう形でね、 あの仮想の空間でよまあ蘇ってもらうみたいなねそういう感じだったよね。でした。でこうお母さんの本心タイトルにある通り本心がどこにあったのかっていうのを探りながら結末に向かっていくっていう流れだったんですけど、うんうん、いやなんかこう結局は亡くなった人はこう口がない喋れないわけだから自分で考えていくしかないっていうのはもちろんなんですけど。うん うん、なんかすっごい無粋ながらそのなんか辻村さんの「つなぐ」の死者辻村瑞希さんの「つなぐ」の死者の,あの死んだ人と会えるその死者の人に。うん つないで本心聞きたいなとか思っちゃったり。あああったねあったね僕もつなぐ読んでるんでわかりますけどもね。それはちょっと面白いかもしれない。いいですね。作作家さんの作品を横断するっていうのはいいですね。うんなんか <laughs> どうしてもねお母さんの本心がお母さんの口から聞きたいっていう風うに思ってもどかしくなってしまったっていうのがありました。うん、ああ確かにそうですね平野さんと辻村さんなんか対談してもらいたいですね。<laughs> <laughs> はいそんな、えー、小説家の平野啓一郎さんと早川さんの対談第1回をお聞きください早速ですが、えー、今回ですね私平野さんに5年ぶりにあのお話を伺うんですけども前回平野さんにあのお話伺ったのがです、ね、ちょうど「町根の終わりに」が上司されてその時年齢が平野さん ちょうど40歳を迎えられてみたいな。<あー S 1> 私その時35歳でちょうど5歳差なので、はい。はい、なんか平野さんがその作家として、まあ人としてなんか40代をちょうど迎えられて、またこれからどんな方向に向かうのかなっておっしゃってたんですけど、うん、なんか実際よ40代入られて、まあ真ん中ぐらいだと思うんですけど、うん、どうですか40代、うん。やっぱ変化の時期だと思いますね。仕事の上でも、うん その時もも話ししたかもしれないですけど、はい、やっぱり若い時に自分は作家になりたいと思ってやろうと思ったこととかやりたかったこととかを、うん、結構やっぱり40ぐらいになるとこう一旦、まあ、それはそれで,できたなっていう一環もあって、はい、じゃあその先どうやっていこうかっていうのをう、まあ、結構迷う時期かなっていう気もするんですよね。もう一つはやっぱりなん っていうかこう肉体的な変40代はまあ20代の後半も30代になってからもそれぞれの時にだんだん自分が年取っていくっていう実感を持ってましたけど、はい、やっぱり40代はちょっとなんかこう本当に実感することはありますよね。 あ、本当ですかなんか僕の中ではもう平野さんはなんか永遠の大学生みたいなイメージあって。<laughs> <laughs> で、うん、あのね、この間ラジオでも確かあの大替肉みたいのサブスクで頼んでらっしゃるってどっかで聞いて、あはい、まあ健康への意識は多分以前はもうなんかそれこそ5年前の時はあの結構コーヒー飲んで、 なんかちょっと甘いもの入れないとで、運動とかもどうかっておっしゃってたと思うんですけど、うんうん、逆になんか代替肉とかおっしゃってたんで、うん、結構今、気使われてんじゃないかなって、どんな感じですか <laughs> うんやっぱり昔みたいにコーヒー、がぶ飲みすると、すぐ胃が悪くなるようになりましたしね。はいまあ、あとちょっと、単純に40代ってより、コロナがありましたから、この2年間。それがこうちょっとやっぱりいろいろ重なって、うん、去年はね、なんかもう、精神的にも疲れたし。 なんとなく、まあ、コロナがあって、なんとなくこう体調も優れなかったんですよね、後半は。うん、もう、うん、一旦コロナ太りですごい太りましたし、あストレスで食べたりしてて、<laughs> でもね、やっぱちょっと何キロか体重増えると、だんだんそのこと自体でこうまた体調が悪くなってきて、まあ、それでちょっと少し多少元に戻したんですよね、体重を。散歩したりとか、ちょっと時々ジム行ったりとかぐらいのことはしつつ。 まあ自分の体調的な関心が主だったけど、はい、環境問題とかで、まあ、だんだん肉を牛肉を特に食べれなくなるんじゃないかみたいな、うん、食べるべきじゃなくなっていくんじゃないかみたいな話はよくあるんでちょっと興味本位でその代替肉っていうのを、はい、あの大豆の肉とかをいろいろ取り寄せて食べ始めたんですけど、はい、結構ねそのオランダのメーカーの,その代替肉にはまって。はい、えー〜 何ていうメーカーですか差し支えなけど僕すごい興味あってえっとねベジタリアンブッチャーって結構な、ね、アメリカとかの,その代替肉とかインポスブルミートとかまだ手に入らないんですよね、うん、日本でそうですよねそれでその日本のものもいろいろ試したんですけどその、はい、ベジタリアンブッチャーっていう、はい、ところのが、えー、僕にとっては持続可能性が高いっていうか割とずっと食べられるっていうか <laughs> はいはいはいで朝はまあ大体パンと 卵とかと、えー、まあちょっとハムとかベーコンとか食べたりしてたんですけど、はい、そのハムとかベーコンを代替肉に置き換えたら、えー、ちょっとやっぱりねホテルとかたまんとまって朝ベーコンとか食べると、はい、胸焼けするようになってきて、ね、<laughs> そうですね単純に確かに,、うん、確かにあの僕も結構昔あの、ま、子供の時まマクロビみたいなっててお、はい、フだったり、うん、あの大豆のソーセージとかやってたんですけど、うん、なんか結構ど,どうですかお子さんとかは食べない いや子供も朝とかは食べてますね。まあ、それはね、本当の肉のがやっぱり彼は好きですけど。えー、あ,ありがとうございます。ちょうど今日ですね、あの本心、これからいろいろ話伺っていきたいんですけど、はい、その前に、あのひなさん、おめでとうございます。ある男が20万部突破ということああ,ありがとうございますあのど。どうですか、なんかその何万部突破って、まあ、今までもね、あのこの本心もそうです今までの作品も全部ですけど、なんかその。うん 小説家にとって何万部突破みたいのはまあ慣れてるけど、まあ嬉しいは嬉しいんですかやっぱり <laughs> うんやっぱり小説はね3000人の読者に向けて書くのかはい5000人に向けて書くのか 1>,、うん、1万人に向けてか2万人に向けてか3万人か5万人か10万人かっていうのははいもうはっきりと違うと思いますねだから<ー>3000人5000人に向けて書いてる本をやっぱり 10万人に読んでもらうってこととはま、はい、まあ無理だと思いますねたまたまそういうことは1回ぐらいあるかもしれないけど、はいうん、作家が自分の本をどれぐらいの人に向けて書くかっていうことを自分でイメージするっていうことだと思うんですよね。僕は結構実験的な短編とか書いたりもし,してた時期があるのでこ、ね、の時期はやっぱりそんなにたくさんこう。はいうん の人はこうちょっと、まあ、読,読めないだろうなと思いながら自分でも書いてましたけど、はいはい、ただその時でもねあんまりコアなところで実験をすると受け入れられてしまうってうところもあるんですよね。こうもうアスリートのようにどんな本でも読みこなせる人たち向けに実験をすると割とどんな作品書いてもそれはそれで読んでくれてしまうってうところがあって、はい、ただ僕はもうちょっとこうなんていうのかなふ普通の人っていうと変ですけど小説なんか 普段読まないけどやっぱたまには読んでみるぐらいの人たちを射程に入れながらやっぱり小説書きたいっていうのはあるんで実験的な小説書くにしてもやっぱ1万部は切らなななないいいととところでで実験しないとあんまり意味がないなと思ったんですよねだからその時期はまあそれぐらいのところをちょっと目安にしながら考えてましたしその後長編小説書くようになってからはやっぱり5万部っていうのを単行本の段階で一旦こう クリアすべきラインとして考えていて、はい、まあその後文庫化した後やっぱ10万部以上っていうようなことを考えてるんで中長期的にもその10万部超えるとちょっとホッとしますよね<笑><笑>よかったっていうだから僕の過去の本でもかなり時間をかけて撮、はい、れながら 最近10万分足した本とかもありますしまあそれはそれで嬉しいですけどねバーッと売れるっていうのとはまた別の喜びがありますけど,なるほどこの前ちょうどあの石平さんと、うんあのー、話してた時に、うん、まあ作家ってやっぱり2つのタイプがあるかもって話になって作品って言った方がいいですかねやっぱりその時代性を中心にするもの、まあ、もっと言うとエンタメだったり、うん、え読者の方に向いて、うん、でその一方で、まあ、まず ちょっと語弊あるかもしれないですけど、うん、まず自分が書きたいもの、まあ純文学的なみたいな。あのー、なんでまあ前者がある意味、すごいステロタイプのと、まあちょっと直木賞的な、うんうん、後者が芥川賞的なみたいな、うん、そういう話を彼としていて、で、当然その作家さんの中でも皆さん片方でもいいですし、両方ね、うん、いろいろ振り分けてる方もいらっしゃると思うんですけど、 あの僕のすみません勝手なイメージなんですけどやっぱり改めてあの日食を、うん、<laughs> 読ませていただいてやっぱりまずその圧倒的にまあもちろん芥川賞を取られてるっていうのもありますけどあのまずやっぱ圧倒的にその書きたいものというか世界観があってみたいに感じたんですねでただその後も,もちろん読ませていただいていてまあ徐々にそのぜ前者というか今おっしゃってたまあその時代とか読者とかなんかその辺に変わって たのかなという、まあ両方あると思うんですけど、うん、なんか以前、角田光雄さんも同じ、もともと純文学の方だったけど、まあそのややエンタメ、まあ、もはや今あんま考えてないっておっしゃってましたけど、うん、その辺非難ソるいかがでしょうか。それはなんかこう、意識的ってよりも、やっぱり新人作家の限界っていうのはあると思うんですよね。つまり、うん、今でも基本的には書きたいことを書くべきだと思うし、書いてますけど、はい、それはデビューの頃から変わらないんだけど、やっぱりね、うん、そのデビューの頃一番。 僕は知らなかったのはその読者っていう存在なんですよね。<ー>自分が書きたいことっていうのは分かってるし、はい、それのためにいろいろリサーとかもするから、うん、まあ本も読んで、はい、そのことを、その書きたい内容についてもあの理解は深まっていくけど、はい、自分の本を出したときに一体 人がどう反応するのかっていう、その読者の反、読者の存在っていうのは、新人作家はどうしてもわからないことなんですよね、これは。ああ、そうですね。で、やっぱりそれは書き続けていく中で、うん、まあ、読者が喜んでくれることもあれば、はい、面白がってくれることもあれば、そのつまんないということもあるし、泣、うんうん、いたり怒ったりって、やっぱりいろんな反応があるんですよね。で、僕は重要なのはね、それをこう、単にこう、読者の反応っていうふうに捉えずに、現代を生きてる人の反応っていうふうに、 問いを立て直すすこととが大事だと思うんですよね<ー>現代人っていうの中にね僕も含まれてるし多くの人も含まれてるし、うん、まあ今っていう社会を生きていてその中で本が読まれていくっていう営みがあってやっぱり今の人がこの世界でこう何に苦しいんで何に喜びを見出して生きてるのかっていうことを注意深くこう見るっていうことが 小説家にとっては非常に重要で作家にとって最も近いその現代人っていうのはやっぱり読者だと思うんですね。だから肯定的な反応であれ否定的な反応であれ、はい、やっぱりそのなぜ彼らがそういうふうに反応するのかっていうことを考えていくっていうのはねやっぱ新人作家にできなくてやっぱ経験的にしかなかなか理解できないことなんですよね。うんうん、でその上でやっぱり読者向けにっていうより、はい、やっぱり今の世界生きてる人向けに 書くってていうこととにに関してはだんだんん自覚的になっていく気がしますよ、ねうん、あなるほど、ね。それこそ平野さんの中であのね第何期みたいな、はい、こう作該してやってこえてうやってそのまあ期とともにもちろん変わってきたところもあると思うんですけど5時、うん、の中で今おっしゃってたような変遷というか変化っていうのは、うん、なんかどこかでやっぱり大きなターニングポイントみたいなものがあって変わったのかやっぱり徐々になるのか。 やっぱりまあ一つのきっかけは第3期ぐらいですかね「その<ー>結界」っていう小説を書こうと思った時になぜ人は人を殺してはいけないのかとか時代も地域も超えて、はい、まあ人類に普遍的と言ってもいいような、うん、その問いですけど大きな問いに答えようとしながら、うん、結局それを読んでくれるのがその文学愛好者の,その数千人とかの世界の中だけっていう はい、音でいいんだろうかと。で、もっと言うなら、やっぱり文学好きで、ずっと読んでくれ、うん、読んでる人たちっていうのは。そのことはもう知ってるんじゃないかって気もしたんですよね。<laughs> はい、これはね、なんか、僕が言うと、あんまりこう説得力がないけど。あの、林京子さんっていう作家がね。はい、まあ、あの、長崎の被爆体験をずっと語った、はい、作家ですけど。 彼女の裁判で亡くなる数ヶ月前にインタビューすることができたんですけどその時に林さんがやっぱりつくづくとおっしゃったんですよねこう自分の本を読んでくれる人は結局でも4前から 原爆が悪いとか戦争が悪いとかね、まあ、それがいかに悲惨なものかってよく知っている人たちなんだと本当はそうじゃない人たちに読んでもらいたかったんだけどっていうことをおっしゃっていて、うん、やっぱりね文学はうちに閉ざした中で書いてると通じやすいですけど、うん、やっぱそれじゃいけないんじゃないかっていうのことをやっぱりその時にちょっと考えるようになったんですよね。 の人とこう実務に取り組んでいる人たちと、うん、あの接するようになってそうするとねやっぱりマイノリティの権利擁護っていうようなことをやってる人たちはマジョリティの社会のマジョリティは自分たちのやってることに基本的には関心がないってところからスタートするんですよね。うん、関心がないけれども、うん、これは非常に重要なことだから、うん、関心のない人たちにいかにそれをこう伝えるかっていうことを、うん、やっぱり非常に考えてそのための努力をするんですよね。うんうん そうですね、文学でねその伝わらない人に伝えようとするっていうことを言うとね、うん、すぐにねなんか読者にこびてるとか植 <laughs> れようとしてるとかはい、はい、なんかそういうふうにこう<ー>考えがちな人たちはいるんですけど、うん、僕はやっぱり自分の扱ってる問題がこう根本的にマイナーな問題で、うん、だけれどもやっぱりこれはこう社会の中で共有されるべき主題だって考えるときには、うん、やっぱりそれがどういうふうにこうどうすれば伝わるかっていうようなことを、うん 考えるべきだと思うんですよねだからまあもちろん文学は読んで面白いとか楽しいとかねそういう部分も多分にあ,あるしそれがないとやっぱちょっとなかなか読めませんけど、うん、プラスやっぱり自分の主題の重要性を自覚してるんだったらこれがどう伝わるかってことは自覚的にならざるを得ないと思いますね。うんうん、あ,ありがとうございます やっぱり今のお話伺った上で、平野さんがこうね、なぜ普段、まあ、ツ,イツイッターだったり、うん、あのメディアとかを、うん、使ってるかって、やっぱそこを通じてるわけですよね。うん、ただね、もうメディア、ツイッターとかはもうね、<laughs> どっちかっていうともう一市民としての。 うあもうそうか、もう平野刑一郎とか小説家っていうのすら、ある意味、あんまりない,ない感じですかそうですね、だからまあ、くだらないツイートとかもよくリツイートしたりしてるし、はいはい、音楽の話とかいろいろしてる中で、はい、やっぱり普通にの大人として、やっぱ政治的な関心もあるっていうのが本当のところですかね、うんうん、だから別に政府がまともであれば、そんな毎日批判する必要もないしありました、はい、僕ももう批判するのもストレスですけど <laughs> なるほど。 あ,あ,ありがとうございます。さあということでですね、えー、いよいよ本編に入っていきたいんですけど、はいえー、5月ですかね、リリースされたのは今年、本心。はい はい。えー、私も早速読ませていただいたんですけど、以前、あの、もう去年、まだ新聞連載人ですね。はい、あの、私の方の番組で、あの、挿絵を描いてくださってた、あの、カン、カンミカさんに<ー>、<laughs> はい、はい、そう、インタビューする機会がって、まだ連載中だったので、はい、あの、彼女からももちろんいろんな話伺ってるんですけど、もうこうしてね、今完成して私も改めて、うん、読ませていただいて、あの、まあね、舞台が20年後の日本で、うん、えー、こう、まあメディアが進化して、死んだ人間を仮想空間上に再現する AI 技術。うん VF バーチャルフィギュア、うんえー、これを主人公のクヤがですね、えー、自由視を希望していた母親の本心を探るために事故、うんえー、死してしまった母親を VF でよみがえらせると、うん、で関係者との面会によって自分が知らなかった母親像が徐々に明かされていくというふうに、うんまあ、そういう、えーまあ、本当のざっくり概説だと思うんですけど着想のきっかけとあといつ頃、うん、どんな感じだったんでしょうねまあいくつかのお考えが合流して そ,のそれをまあ一つでうまく表現できるものとしてこうバーチャルフィギュアっていうのを思いついたんですけど、はい、だんだん親が亡くなったり施設に入って認知症になったりっていうようなことを経験する世代になってくるとまず一つはね親の認知症になったりするとその今までの自分の記憶になる 記憶の中にある親と、はい、まあ自分のことさえも認識できなくなってしまって突拍子もないことを喋ったりするような母親、まあるいは父親との同一性の問題ってのは結構やっぱりみんな悩むんですよね。同一性じ、まあ、自分が知ってた親と病気になった後との親がこうやっぱ変わってしまうっていうあ,、はいうん、あるいは極的な雑誌とか散々読んでてね、うん、実家に帰ったら親がすごいなんか差別主義者になったとか。あ<ー>はい だからやっぱ生きてる人間っていうのはずっとやっぱそういうふうにこう変化し続けていって、うん、その自分の知ってる他者っていうのはね必ずしもその固定されてないんですよね、はい、でもそれがある意味では人間かなっていう気がしていて、うん、まあその亡くなった人の悲しみをどういうふうに癒すかっていう時にメディアとしてはまずこうその肖像画っていうのが書かれていた時代があって昔。 それからまあ写真になって動画になってメディアの自体の情報量が増えていくと次はやっぱりインタラクションが求められるようになっていくんじゃないかという気がするんですよね今,今の流れからするとだから会話ができるとかまあそういうふうな存在を AI で作ろうっていうのは実際この小説を連載している途中も美空ひばりを AI でよみがえらせるとかいろいろありましたけど一つの発想だと思うんですよねでその時にでも 基本的でそ,のそれを可能にするのは一つは今にそのブログとかソーシャルメディアとかで、はい、あとメールとかで人間が亡くなるときに膨大なライフログを残して亡くなりますから、うん、まあそれを学習すればかなりそれっぽいことをしゃべれる AI 人間ができるんじゃないかっていう。はい ことを考えていて、うん、まあそれが一つの着想になったんですけど、はい、その場合やっぱり過去は学習できますけど、未来は学習できないんですよね。うん、ai っていうのは当然のことながらそう,そうですね。うん、だから、その生身の人間がやっぱりこう、はい、刻々と変化してって意外な一面を覗かせたり、うん、昔とはもう完全に違う存在になってしまった。って感じるような経験は？はい AI にはないんですよねうん、うん、だから、まあ、そこのところ書いていくことでこう人間っていうのは何なのかっていうことをもう一回問い直せるんじゃないかと思ったのは一つと、はい、あとは中高年になって親を亡くすとそれはもう非常に大きなショックのはずなんですけど、うん、結構社会ではその悲しみがこう割と放置されてるっていうか。 まあ、大人になって親が亡くなるとのはよくあることだしみんな経験するでしょう、ね、いう悲しみとか孤独っていうのは癒されないまま生きてる人たちが、はいまあ、結構たくさんいて、うん、やっぱり親が亡くなった悲しみっていうのはこういくつになってもケアされるべきものなんじゃないのかなっていうふうに、はい 思っていたのが一つとまあ格差問題っていうのも考えていた中で、えー、シングルマザーの子供でっていう設定なんですけどあの映画のジョーカーとかもあ<ー>母がいて、はい、子がいてっていう設定でしたけど、ね、格差がどんどん拡大していって低所得者層でシングルマザーの母親と子供の家庭だと、うん、まあとにかく労働時間がすごくもう多くてもう会社でヘドヘトになるまで働いて。うん 家に帰ってもその母と子だけで過ごすっていう時間になると僕の言葉で言うとやっぱり文人がこう親子の文人かその職場の文人かぐらいにすごく限られてくると思うんですよね。外で友人関係とか築こうとしてもお金も時間もないっていうそうするとやっぱりこう母子間の関係っていうのがすごく濃密になると思うんですね。そういううい状態で母親を亡くすとやっぱり一般にこう 社会的な関係がこう十分にあって親が亡くなって悲しいけど友人とか恋人とかと過ごす時間の中で少しずつ物の作業が進んでいくっていう人たちとちょっと違うと思うんですよねその喪失感っていうのは。だからまあそういう主人公を設定してまあその心の悲しみをその AI を通じてなんとか紛らそうとするっていう物語がいいんじゃないかと。その時にもう一つはやっぱりこう今 まあちょうど最近フェイスブックはメタバースとかいうことを言ってますけどやっぱり仮想空間が相当充実してくると思うんですよねそうするとフィジカルな世界でお金がないとかこう自分の容姿が不満だとかいろいろな理由で生きづらさを感じてる人たちがその仮想空間に行けばすごくこう解放されるっていうような経験をした時にまあそこに入り浸るっていうことを社会はもう批判できないと思うんですよね。 うん、もうその不健全だとかなんとかっていう。よしあしは別にしてはい。うん、で特にね何かの喪失感とかこう現実が苦しいとかっていうことで、はい、仮想空間の中だけで慰められるっていうような人たちを、うんうん、リア充の立場からねそんなのは本当の世界じゃないとか、うん、<laughs> 人間関係じゃないとかって批判するってことは、うん、やっぱりそれ自体は厳しく批判されていくんじゃないかと思うんですね。あ<ー>そうした中で、はい まあ、お母さんがいるんであればもちろんお母さんとの人間的な関係を大事にしたいけど、うん、もうなくしてしまったから、はい、そのバーチャルなお母さんとの関係をよりどころに生きていくっていう人がいた時に、うん、まだ親も元気でっていうような人たちが、うん、そんなのはこう本当の人間関係じゃないとかって否定するっていうこともできないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。だから、まあ、そういういうにこうフィジカルなこう、はい、人間との 関係性がなんか壊れてしまったり、うん、それがこうに満たされてないとか失われてしまった人がばあちゃんな関係性を心の支えにしながら生きていくっていう世界がもうすぐそこまで来てるんじゃないかなと思いながら、うんうん、でもやっぱりリアルな人人間そのものにはならないっていう中で、はい、まあ人間ののの心っっていいういううううはどになるのかかことを書きたかったんです、うん、あエンディングのおじさんです。 インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください、えー。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です、えー。今月のライブは12月27日月曜日の正午12時からです。たくさんのご質問募集しております。 エンディングのお時間ですけれどもなんかこれ何度も言ってるんですけどね早川さんとお仕事してて嬉しいのは、はい、やっぱり本を読む習慣がついたりいろんな小説家の方のことを知れるっていうのがすごい嬉しいんですけど最近早川さんの口からよく小説家の方の話とかインタビューしたいっていう話聞く気がするんですけど、はい、今はそういうモードというかそういう時なんですかででしょう自分の中で まあ基本的にその感覚的にこの人面白いなっていう人にインタビューするっていうのは変わらないんですけど、うん、やっぱりこのインタビューで誰にインタビューするかっていうのはすごく大事だと思うんですけどその時にやっぱり時代性普遍性グッとくるこの3つがすごく大事にグッとくるっていうのは自分の話になっちゃいますけどやっぱりグッと来ない人はインタビュー僕はできないんですね確かにそのどんなに時代性があってどんなに普遍性があ素晴らしい、ね、人ものだとしても。 なのでそこはまあ逆に譲れないんですけどあのその時にねやっぱり時代性とか普遍性って考えた時にまあいろんなね職業とかあのジャンルにとらわれずだし素晴らしい方たくさんいるんですけどまあ最近たまたまかなやっぱりなんかその小,小説まあ小説ってやっぱりねその時代を映し出す鏡だと思いますので、うんうん、だけど本当に小説はさらに時代も超えていくので普遍性があると思うのでそうなるとちょっとその面白いなって思う本がまあ たたまたまなのかわかんないですけど最近確かに小説はちょっと多いですねまあそのでも流れはありますじゃあ今後もこのインタビューの収録に続々ともしかしたら小説家の方が出てくるかもしれないってことですね。ああそうですね続々とかは分かりませんが出てくることはあの十分にありえると思いますし、えー、会いたい小説家の方はたくさんいますえちょっと楽しみにしております私、はい、それではまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしておりますごきげんようさようなら to rest